嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、なすか写像って。とつくのやめてもらっていいですか、それから明らかにゃなて、あなたの感想ですよね、なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能のごめんなさえ参議院議員選挙の投票に行ってきました。 えー、ここまでの変わり映えのない政党は結局同じ状況のものだと思うので、えー、若い人が多い新しい政策の政党をやりました。えー、うさんくさいと言われてますが何かを変えるには今まで,の,どる今まで通りのルールから外れないと難しいと思います、えー。新しいことの結果を始める前から気にして、結局今までと同じような政党を選び続ける方が私は不安になります。今回の選挙でも明らかでしたが、クオリティの低いここで町会のホームページ、ネットという場所は大枠ンすぎて開けれます。 まあ結局その今まで通りのあの政党を選ぶと多分今まで通りがずっと続くのでまあそうじゃないところに投票してみた方がワンチャンなんか面白いことが起こるかもねっていうのはまあそうなんじゃないかなと思いますけど、まあ、ただあの高齢者の人が日本は多いのでで日本あの高齢者の人たちは投票コードあんま変えないのでなのでそういう意味では変わんないんじゃないかなと思いますけどね えまた公務員のボーナスが下がり、今年は過去最大の減額だそうです。公務員の給料は下がり、そして国民の賃金は一向に上がらずそして増え続ける税金。このような泥沼な現状で日本の賃上げに将来あるんでしょうか不安で眠れません。<laughs> それとは関係なく寝てください。えー、このまま海外の大学院留学して現地で就職した方が良いでしょうかはい。えー、社会保障の面では高く評価していますが、今後日本の経済面での希望はあると思いますか思いません。厳しいんじゃないですかね。 ま、結局その、じゃあ今、あの今回そのサラリーマンが、じゃあねあの、その国家公務員が賃上げになりませんでしたってなると、まあ、冬のボーナスも下がるよねっていう予想はできるじゃないですか。で、そうすると、じゃあそのボーナスでなんか、あの、買おうぜってなるかっていうと、まあ、現時点でもボーナス減額された状態ですと。で、これから物価が上がっていきますよ。すでに上がってますと。であれば、なんかボーナス出たからなんか買おうぜって公務員ならないよねと。で、そうすると夏の売り上げ減るよねと。 で、そこの夏の売り上げが減った状態で民間も、まあそんなに、なんか、あの、夏のボーナスでいっぱい買ってくれるとかなかったから、まあ、あの、給料そんなに反映しないよね、と。で、冬がになった時も、まあそんなにボーナス出ないよねっていう。要はその、将来、あの、なんかお金が、そ今お金を使った方が得だよねっていう風になると、人はお金を使うんですよ。5月の実質賃金は14ヶ月連続で減少。国民が強制的に徴収される税金は、 過去最高税収を更新自民党と公明党の政権を支持している低収入の庶民は肉屋を応援する豚ななのか,なだから例えばその、えー、とこれからなんかすげえお金例えば老後までに2,000万円必要ですって言われるとなんか2,000万円貯めなきゃいけないんだって思って貯金に回るんですけどあのもう一生お金に困りません毎毎月毎月お金湧いてきます好きに使ってくださいって言われたらあじゃあ貯金する必要ねえから使うかみたいな感じでそのお金 を持っっってててていいいるるる人がが安心してお金をを使える状況ううののかかに作るかっていうのが大事で,であの日本人の今の若い人のなりたい職業ランキングで1位が国家公務員、2位が地方公務員みたいな、なんかそんなそんあるじらしいですけど、要はその安定してる職業の方がいいよねっていうのって、やっぱりその将来に対する不安が強いんだと思うんですよね。 で、バブル時代とかって公務員になりたいみたいな人あんまいなくて、なんかあの、そのなんかシワレスになりたいですとか、商社になりたいですとか、その民間でなんかいろいろ楽しいやりたいことやって、めっちゃ給料もらいたいっていう人が多かったんですけど、不景気になるとやっぱり公務員がいいよねと。で、公務員が、あの、公務員でも生活に不安を感じるというようになると、それは金絞るよねと。 で、そしたら、敏感の方がもっと絞るよねっていうのになって、なので、あの、なかなかその賃上げというか、あの、国内でお金の回る規模はどんどん小さくなっちゃうと思うんですよね。 で、あの、今日本が円安で13、1ドル137円を超えたらしいんですけど、で、そうすると、その、もともとじゃあ1ドル110円ぐらいな時に比べると、アメリカ人から見ると、日本のものってもんか2割安なんですよ。なんで、もともとなんか1万円ぐらいで買えると思ったのが8000円で買えちゃうみたいな、あ、超得じゃんって言って、外国人殺到ってなるかと思いきや、岸田政権外国人を入れないっていう <laughs>、あの、判断をしたので、外国人観光客、今入国禁止なんですよね。 まあ正確に言うと、なんかその国が認めたパック旅行の人だけ入れるらしいんですけど、一部。なんかそういうマニアックな旅行の仕方をする人ってあんまりあのお金持ちの人にいないので、要はその HIS のパックで旅行する人ってお金持ちじゃないじゃないですか。まあ僕 HIS の旅行使ってましたけどもいいんだけど。 パック旅行で来るような処備って、やっぱそんなにお金使えないんですよ。なんでその、金持ちってなんか普通にじゃあそのファーストクラスに乗って、なんか一泊100万円以上するホテルの部屋とかと思って、あ、これ欲しいこれ欲しいとかってバンバン金使うじゃないですか。そんなやつパック旅行使わねえよって話で、そのパック旅行で来る外国人を呼んだとしても、ほとんどお金回んないと思うんですよね。っていうので、そのせっかく円安になってにもかかわらず、日本国内で回るお金の額っていうのをどんどん少なくするっていうのを、あの岸田政権は、あの、故意に選んでやってるので、 外国人旅行者が増えると観光業に勤めていなくても日本人はメリットがあります外国人旅行者が円を買うことで円安が是正されガソリン代や電気代の高騰が抑えられます観光業に勤めている人が日本国内で消費するお金も回りますなのでまあその去年今年の最初ぐらいにその日本は闇の勢力が牛耳っているのでその日本人要は日本を撲滅させるには 日本人を減らすこと。で、日本の経済力を少なくすること。 で、あの、闇の勢力の人たちって結構優秀で、ここ30年間日本人ってずっと減り続けてるんですよ。で、あの、戦争を起こして人を殺すっていうのをやると、そりゃまずいよねっていうふうにバレちゃうんですけど、子供を生ませないっていう形で人口を減らしていくっていうのは、あの、中国でも結構やっていて、ウイグルの人たちとかが、あの、勝手にその不倫手術をされましたとか、で、その中、ウイグル人同士で結婚しようと思ったら、なぜか結婚できなくて、旦那さん的な人がさらわれるみたいなのがあって、その、 ウイグル民族の子供を産ませないという形で、 あの、結果的にウイグル民族を減らすっていうのを中国政府ってやってるんですけど、で、日本も闇の勢力がいて、その日本人のあのカップルが子供を産もうと思ってもえ、お前ら夫婦で借金400万だから無理でしょみたいな。で、じゃあ子供産みますって言うと、友達とか無理だよねみたいな感じになって、で、じゃあ子供と一緒になんか電車とか乗ろうとすると、なんかあの舌打ちをしてベビーカーを畳めって言われるとか、で、あの補助金とかどんどん減らすみたいな感じで、あの、効率的に日本人の子供がなるべく増えないようにしてるんですけど、で、最近はその日本の経営 経済力を奪うっていうので、日本で回るお金をなるべく減らしてで円安にして、あの外国から物を買うの小麦粉高くなりましたよね。とか、石油とか電気代とか高くなりましたよね。とで普通為替って。その？ 円が安くなると、その分外国人が来て、バンバン買ってくれて儲かっちゃうっていうのがあるんですけど、外国人を来させないっていう、あの、ものすごいブロックをすることによって、あの、円安メリットを全く発揮しないっていう、今までの先進国ではなかなかありえない、あの、パターンの行動をすることで、あの、経済的にも冷えさせるっていうのを成功させるので、そういう意味であの、目的に関していくとかなり優秀な結果を出してるんじゃないかなと思いますけど、はい。2021年に日本は少子化で60万人の人口が減少しました。 サイボーグなどの医療技術が突然実用化されない限り日本の人口が毎年減っていくのは確定してます。国内向けで薄利多売でやっているところは、毎年売上が減っていくのが確定しています。椅子取りゲームなので売上も賃金が上がりません。 えー、バイミーと当ちゃん元厚木店です。お店の質問なんですが、その前に先日あっちゃんの YouTube 大学で、日本よりも消費税が高い欧州で、食品などを安くしても結局不公平な消費税自体を見直す動きが出てきていると言ってました。フランスどうですかお店の質問またこんなにします。消費税減らすなんて話出てない気がしますけどね。 あのなんか燃料税下げろやっていうので、黄色ベスト運動っていうのがあって下げて、で、あの、基本的には消費税20%ぐらいなんですけど、ただ、レストランとかだと9%で、食品とかの生活必需品だと3%とかっけなんか結構安かったりするので、なので、別になんかそこまで、なんか、あの、うん、どうだろうな、まあ、他の税があるかどうかによるんですよね。 その、あの、すげえ税金取られてるよねって感じるのって、その、そのお金が何に使われてるか分からない場合に結構なるんですけど、で、まあフランスの場合だとなんか電気代高くなったからじゃあ100ユーロやるわ、みたいなねなんかこぎって配られたりとか、割とそういう感じで、その、あのなんかお金をちょこちょこ政府が使ってるよねって見える形だったりするので、 なので、なんかそこまで重税感は強くない気はするんですけど、ただフランス人はよく文句言ってますね。あの、要はその、日本の場合って、あの、社会保険料っていう謎の仕組みがあって、あの、働いている人の14%ぐらい今取られてるかな要はあの、なんか、じゃああの、給料50万円ですっていうと、2万8000円ぐらい。違うな。給料50万円だと7000円ぐらいか。14%だから。 本んだよね。7000円ぐらい取られて、で、自分は7000円なんですけど、実は会社も同じ7000円の額払ってるみたいなのがあって、で、その社会保険料って払わないという選択肢がないんですよね。 なので、あの、払う選択肢が、払うと払わないという選択肢がないのって、それって税金って呼ばねえって思うんですけど、要は国が強制的に奪い取りますっていうのを、あの、他の国では税金と呼ぶんですけど、日本の場合って、あの、社会保険料って税金と呼,呼ばないから、人は税金だと思ってないんですよ。 なんかその社会保険料を払ったら後で戻ってくるよね、みたいな。いやいや、別にあの、フランスの場合もあの、年金的なやつとかも、別にあの、こう、税金として取られたやつで、なんか回ってきたりするので、なので、なんかこう、社会保険料は僕は素直に税金って言っちゃっていいんじゃないかなと思うんですけど、とはいえあの、税金と呼ばないで社会保険料という名前になってるので、そのなんか、 税金があんまり取られてないという気分になったりするんですよね。なのでその消費税10%だったら社会保険料14%だったり取られて、まあ20%以上税金も取られてるじゃん。でそれ以外にもいろんな税が取られてるんですけど、でもあんまりそのなんかあの税金取られてる感って日本人の人は薄いんじゃないかなと思います。確定申告を会社員がしないからっていうのもあるんじゃないですかね。国税庁の発表する平均給与から税金と社会保障を引いた手取りの額の推移。2000年。 295万円2009年254.9万円2014年240.3万円2020年238.9万円消費税と社会保障費が増えたことで20年間で手取りが20%減ってるのに不景気であることを認めない人がいるのが不思議 <laughs> え現在日本の防衛は専守防衛と言われていますが、えっと、あの、ほとんど全ての国専守防衛だと思うんですよね。あの、先に殴るぜって言ってる、あの、先に殴れるようにしてる国はいっぱいありますけど、あの、防衛方針は先に殴るですって言ってる国多分ないんで、どの国も一応あの、選手防衛って言ってると思うんですよ。なのであの、日本はっていうのではなくて、多分世界中あの、一応専守防衛って言ってんじゃないかな。 えー、過去の日本が自作自演で相手から仕掛けたふりをして戦争起こしてきたように中国にスクランブル発進した日本から攻撃された後中国に言い掛かりつけられたら中国などの好きな代名ですぐにでも戦争に持ち構わそうな気がします。えー、また世界が自作自演でした方の意見を信じた場合アメリカは日本を助けるのでしょうかひらさんが思うまた日本が戦争たるそれをしてください。まあ、結局戦争ってあのやろうと思えばできちゃうんですよね。だからなんかあのアザフ大隊というところになんかあのナチス的な行為をしてる奴がいたからそれを助けなければいけないってロシアの人が言ってて で、一部それを信じてる人もいるんですよね。で、実際問題、真実はどうだったのかっていうのは、あの、客観的な第三者が調査をしないと答えは出ないんですけど、今そこをその、ロシアの軍隊が占領してるので、実際どうだったかっていうのを証明は不可能なんですよ。 っていう感じで多分その、じゃあ自衛隊員が中国のなんかあのここの基地に侵入して、なんかあの何十人も殺しましたっていうのを中国が言ったとして、で、その自衛隊員は射殺しましたってなったとして、で、じゃあだからやり返してやるぜって戦争になった時に、そんな自衛隊員いねえよっていう証明もできないんですよね。もう仮にじゃあ日本のその政府が、いやいやそんな自衛隊員いないっすって言ったとしても、それは自衛隊攻めさせたやつは嘘つくよねって言われて終わりなんですよ。 だ仮に本当にじゃあ自衛隊を送り込んだとしたとしてもやっぱりその嘘をつこうと思ったらいやそんな自衛隊いないっすよって日本政府は絶対言うわけじゃないですかなので第三者から見るとその日本人が正しいことを言ってるのか中国人が正しいことを言ってるのかわからないんですよひどいことをした国はひどい罰を受けるという事例を作らないと台湾侵攻の可能性も上がります日本はロシアのガス購入をやめて国際銀行間取引からロシアを排除しろ と世界にアピールすするるるべきききでで一般のの日日本本人ができるのは弱腰の日本政府を焚きつけることかなとで戦争が始まってみてなんかお互いにあっちがいいよねとかこっちが悪いよねっていうのが第三者が言い合うっていう状況でなのでその何もしてない悪い日本が中国から叩かれたから助けてくださいっていうのでじゃあ悪いのは中国だから助けようとかっていう善悪で助けるっていうのではなくもう。 戦争になったら必ず助けるぜ。たとえお前が悪だとしてもなっていう、その、信頼関係のもとに作る軍事同盟の方が、最終的には効果が高いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、信頼関係とは何ぞやって話なんですけど。いや、例えば信頼関係は何ぞやって話でいくと、あの、台湾が攻められたら、あの、アメリカ、日本とか、その西側諸国って、半導体の入手ができなくなるし、iPhone 作れなくなるんですよ。 で、あの、今その台湾のあのそのチップとかが使えないので、あの中国ってあのファーウェイの最新のスマホが作れないんですよね、5G の。要はその 5G であの最新のスマホを作ることになると、台湾のチップを買わなきゃいけないんですけど、台湾の会社のチップ使えないので、結果としてファーウェイエ、ファーウェイってあの 5G のあの最新のスマホが作れないっていう、そういう状態になっちゃうんですよね。 なので、その、じゃあ、台湾が中国に乗っ取られた場合には、その日本とかアメリカの半導体とか、じゃあ、半導体を使う産業、まあ、自動車産業とか、あの、コンピューターとか、まあ、いろんな、その、銀行とか、そういろんな産業が、なかなか立ち行かなくなるので、じゃあ、台湾を助けなきゃいけないよね。で、それはもう、その、台湾がいいやつなのかどうかとか、その、中国が悪いやつなのか、いいやつなのかっていうのとは関係なく、その自分たちの国の経済を回すためには台湾を助けなきゃいけないよねっていう、ある種のその信頼関係のもとになり立つっていうのがあるので、 なので、あの、善悪で戦うというよりは、信頼関係で戦うようしたじゃなかな。んかのとすいません。ワッツアップ的なやつですね。<laughs> ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, c h o o s e w h o s fault? Okay, okay. S fault?、No. <S いや、帰ってね、め <laughs>